ぜ国民栄誉賞もらえないのか。その4、この人金メダル何個取ったか知ってる？この人誰か知ってますか？今来るよ。じゃねえぞ、パラアスリートの成田真由美さんです。倉田真由美は関係ねえぞ。でこの方パラリンピックでメダル何個取ったか知ってます？アトランタ、シドニー、アテネ、北京と4大会連続出場。金15個、銀3個、銅2個、合計20個のメダルを獲得。にもかかわらずだ、なぜ国民栄誉賞もらえないのか。金メダル2個で国民栄誉賞、金メダル4個で国民栄誉賞、金メダル3個で国民栄誉賞。納得できません。結論、国民栄誉賞は実績ではなく知名度で選ばれるということですね。10倍努力して結果を出しても報われない、悲しい日本の社会ですね。